皆さんこんにちは、モト3に参戦している鈴木達介です。今年の僕が被っているこのデザインがアラン・ヘルムツさんからレプリカで発売されることになりました。今年から、まあ、去年まではすごくシンプルなヘルメットだったと思うんですけども、今年からまあ上にドラゴンと後ろに鯉をあしらって、まあ、登竜門のイメージを、用いて僕の名前の竜も入れ、すごくあのアグレッシブなデザインに仕上がっていると思います。またあの新井さんの、強みである革指定能があるおかげで、今年は予選開幕戦から、3戦連続でポールポジションを取ることができ、まあ、走ることにあの集中することができるヘルメットだと思ってます。あと今年はまた発売された、スポイラー、これのおかげでもあり空力性能もかなり上がっており、まあ、もちろん転倒した際にもすぐ外れることになっているので、そこの安全性の面に対してもすごくあの信頼できるものだと思います。ぜひあのお店で手に取って実際に見てください。